あなたは女性の好きなタイプを鵜呑みにしていませんか？優しくて一途な男性が好きと女性は言うものの、実際蓋を開けてみるとモテるのは女性を取っかえ引っかえするイケメンたちです。今回紹介する動画はそんな男女のライアーゲームに負け続ける弱者男性についてのスレです。やたらと論破したがるスレ民たちにとって格好な餌食なので、盛り上がっていくスレを楽しめることと思います。それでは始まり始まり。弱者男性、なんで優しい男より暴力的なドキュンの方がモテるんだよ。これ認知歪みすぎて笑えるよなぁ。怖いわ。街ですれ違うカップル全員ドキュンだと思ってそう。ドキュンってくくりなら全然モテないのにな。ネットばっか見て極論語る男女論者に影響されてるからや、性的弱者なだけじゃなく情報弱者でもあるねん。そもそも優しい男というのは、小さな変化によく気がついて気遣いがスマートで、一緒にいて気を使わないで済むような安心できる人のことを指すと思うんやが、弱者男性は別に優しくないやろ。弱を、僕も悪ぶったらモテるかな。日々これで性格悪いだけの日モテモンスターになって、いつしか無敵の人予備軍になるの。悲しすぎるやろ。悲しきモンスターやん。弱者男性は犯罪者予備軍ってはっきりわかんだね。これはマジで自分の首絞めてるからな。客観的に見直した方がいい。暴力的だけど自分にだけ優しいが一番モテる。え、優しい男性はモテるでしょ。自称弱者男性って優しくないじゃん。親兄弟にすら優しくないし。ドキュンだって常に暴力的なわけじゃない。自称弱者男性で優しい人って見たことある？なんつうか自分に甘いだけで、基本的には誰にも優しくないじゃん。それは人によるってやつでは。優しい弱者男性って存在するの？ひねくれてて陰湿な人しかネットだといないけど。ほとんどの弱者男性は、人たたきの世界に入ってこないで普通に日々生活してるだろ。一部のヤバい奴が目立ってるだけだよ。優しい弱者は仕事で奴隷にされたり、パシリにされたり、彼女もできなくて年を重ねるごとにひねくれていくんや。優しくないよね。自称優しいっていう人に限って優しくないし、親とかにすら優しくないじゃん。ちゃんと働かないとか、親を苦しめてても親が悪いとか、環境が悪いって言い訳するし。自称優しいは本人次第やな。君の知ってる人は優しくないやつかもしれんが、俺の連れで自称優しいやつは本当に優しい。少なくとも電車で老人に席を譲ったり、落とし物を警察に届けたりはしてるんじゃね。あんま詳しいこと知らんけど。それは別に当たり前のことで優しいとは思わんぞ。弱者男性論破されるわら。女は本当に誠実な男が好きなのだろうか。これだけは僕にも断言できるのだが、女は卑屈で強打な男が大嫌いということだ。そもそも石器時代の戦争の最大の戦利品は女だった。攻め込んできた異国の武装集団が、百波、女を渡してもらおうかと恫喝してきたとして、はいどうぞと2秒で白旗振って女衆を差し出す臆病な男たちが、女に慕われるはずなんかない。こういう到達を経て、女の遺伝子にはこの手の生き血なし男がいかにヤバいものかを深刻に認識し、忌避する本能が刻まれていく。現代日本には優しくて誠実な弱い男であふれている。本来希少なはずの立派な成人男子がヘコヘコ女にこびへつらい、欲しさに下からハーハー見上げている。人畜無害なお兄ちゃんキャラや弟キャラで友達として接し、いかに自分が女性に対して潔癖な男であるか、性格が温厚で争いを好まない男であるかアピールすれば女はポチると洗脳されてきたからだ。なのにこの男、突如として LINE で女に告白をする。何の脈絡もなく、ずっと好きだったとメッセージする。それが愛だと思って、女はこいつめちゃくちゃキモいなと思う。現代人の脳で考えると良い男なのかもしれない。しかし女の石器人の直感が教えるところによると、自分のごとき小娘相手にヘコヘコ迎合し、下手に出ざるを得ない男はどこかに欠陥を抱えているんじゃないか。本来男はもっと自信満々に女を守ってやる対象として扱うはずだから、こいつは何かおかしい。第一、目の前のおどおどしたこいつはいざライオンと戦うという時に動物相手に命乞いしかねないやつかもしれない。闘争心のかけらもなさそうだしな。やっぱなしだわ、気持ち悪となる。意中の女性がいるんだけど、いきなりってその後抱きついて謝れば落とせるってこと？モテる男は女を肉欲のはけ口にしか見てない。モテへん男はそのはけ口に高等なものを求めるからあかん。女は本能的な部分でイケメンにしばかれたいし、罵倒されたいし、存在に扱われたいねん。これは本能やからどうしようもないんや。女性は潜在的に M だから。優しいかどうかは他者が決めることやからな。信用ゼロやねん。女性、弱さから来る優しさには何の価値もない。むしろ気持ち悪い。弱者男性はこれ理解できないらしいな。自称優しいやつは老若男女問わず大体地雷や。
ドキュンと付き合ってから暴力が自分に向かうのもありがちなパターンやけどな。優しいんじゃなく自分が傷つきたくないだけとかいう火の玉ストレート。話しかけてくれる要件は優しさの形容よな。わいらに無視されるかもというリスクを負ってくれてるわけやし。自称優しい男は人と関わらないだけやん。視界に入らない奴が優しいか優しくないかなんて判断しようがないで。そもそも長い人生で弱者の側に一度も回らないなんてありえないんや。ずっと強者がいるならそいつは金持ちの坊ちゃんでクズや。人間関係が希薄だから他人と対立しないだけなのの優しいと勘違いしてるだけなんだよな。暴力的じゃない普通の男性、大なり暴力的な男性、大なり弱者男性、暴力的なのはモテないんやで。ただ弱者はもっとモテないってだけや。モテないってか、土俵に立ってないって感じやな。なんで暴力男より優しい俺が選ばれないんだって言うけど、まず人と深く関わってない時点で女側の選択肢にエントリーされてないんよ。ワイのこと言われてるみたいで辛いね。しかしスレミンたちの弱者男性への攻撃は止まらず、さらにエスカレートする。体育会系なだけでドキュン認定してそうわら。優しいんじゃなくて臆病なだけやしな。わかる、別におとなしい見た目でも付き合えてるやつなんて行さんおるし、そいつらもそれ見てるはずなのに、あくまで自分のせいにしたくないだけよな。実際暴力性ある方がモテるのは心理学でも言われてる事実なんやがな。嫌だったら真似すやいけん。優しい男、かっこ底辺高卒、不潔チーム。モテない男の想像するモテてるのイメージが、女をとっかえひっかえして男一人に女複数で遊びに行ってみたいのだから、ドキュンイコールモテてるになるんやろな。性格良いイケメン、大なり性格悪いイケメン、大なり性格良いブサイク、大なり性格悪いブサイク。モテる優しい男つうのは勉強やスポーツにアクティブな人間だからな。弱者男性は行動力がないだけの出来損ない。マジレスすると見た目が9割や。ガチでお前らはお前らがバカにしてるような魔女と同じレベルやねん。マジレスすると世の中は見た目が悪い奴の方が多いけど、非道貞の方が多いんだわ。そもそも暴力振る DV 男を好きになる女もまたろくなのおらんやろ。地雷なんやから離れて正解。暴力的に振る舞っても許される容姿の奴がモテてるだけや。イケメンにされる暴力は暴力じゃなくて愛情表現だから。そんな流れもあり、優しさについてのポイントの議論へ。その人が本当に優しいかどうかは、親、特に母親に対する態度でわかるな。周りにはヘラヘラヘコヘコしてるくせに、親には横柄な態度取る奴には、近寄ったらあかん、仲良くなったら、それが自分に向かってくる。確かに、ガチで誠実な人って、母親と関係良好やな。本当に優しいなら、そもそも弱者男性にならないのでは？普通に働いて、優しいから普通に彼女できて。結局のところ一緒にいて楽しい奴がモテるんよな。その楽しい奴であるための要素として容姿も人格も金も話術とかもあるだけで、弱さゆえの優しさを女は認めんぞ。女はそれを一番知ってるからな。つうか弱い奴は他人の人生に登場せんから本当に優しいかどうかなんてわからんからな。優しさってあくまで他人からの評価やから。弱さゆえの優しさとそれ以外の優しさって何が違うんや。どっちに起因するものでも行動の内容は一緒でしょ。消極的ゆえに人を傷つけない、本心は自分が傷つきたくないだけなのか、奉仕の精神で自己犠牲を払っても人のためにしてあげられるかの差は大きいで。そもそも他人と関わって優しい行動してんのかって話やで。僕が付き合ったら殴らないし奢るのにって思ってるだけは優しさじゃないぞ。少なくとも、シャドウ側に立つとか、何気ない人並みの気遣いはできてるわけでしょ？それできてないのに嘆く資格ないんだけど。弱者が女と隣り合って歩くなんてシチュエーション経験してるわけないやん。弱者の弱者たるゆえんは、相手が何を望むかを一切考えてないことや、ずっとずっと自分の考えばかり垂れ流してる。お前が優しい男の枠に入ってないだけ、優しくないか、男として見られてないか。優しいとか言う、誰でもできることでモテるわけなくて草。優しくてモテる男は優しい以外の長所がいくらでもある。優しさだけにすがってるやつがどうやってそんなやつに勝つ気なんや。女が言う優しいってのは、私の気持ち理解して先回りで行動してくれること。両家はそれができてんや。陰家にはわからんが、その第一歩がまず清潔感。そもそも清潔感ってなんなんやろねー。不快感を取り除くということやろ。要するに顔や容姿をめちゃくちゃオブラートに包んだ表現。最低限身だしなみができていて、パッと見常識的な範囲に収まっているかどうか。建前や見た目や振る舞いに気をつけるのも、相手を不快にさせない、恥ずかしい思いをさせないという優しさだからな。それを軽視して自分は優しいってのは笑えるわ。ほんまにこれ、一緒にいて恥ずかしくなるような身だしなみや振る舞いや、一緒にいてつまらないと思わせるコミュニケーション能力でいるのは、相手のことを考えられてないってことやからな。優しさとは対極の存在。
言っちゃ悪いけど、まともな女は DV 男を好きにならんやろ。メンヘラ予備軍みたいな面倒くさいのばっかじゃね。モテないやつっておもろないし、人望もないやつ多いよな。ドキュンとか関係ないのになんなんだろうな。異性はアクセサリーだと捉える人が多いことを理解してないアホ多すぎて。チーム絶対殺すマン多すぎてくさ。そしてさらに新しい流れ。弱者男性、弱さから来る優しさを女性に理解してもらえない。28歳、交際経験なし&同棲と付き合ったけど半年で別れた。分かったことは、いい年齢なのに女性経験がない男はやばい。人と付き合わないと思考が硬直化し頑固になり、融通も効かず、真面目な話はできるけど世間話から派生する様々なジョークが通じない。結果、ただの真面目で優しい人間、ただそれだけ。その程度のこと、付き合う前から分かってなきゃいけないと思うんやけど、よくわかんないけど、とりあえず付き合ってみた感じ。現実は、金、優しさ、清潔感、顔だと思うわ。顔が有利なの、マジで学生の頃だけや。いや、顔大事だよ、顔と金な。現実で見かけるカップルにイケメンなんてほとんどおらんからな。雰囲気イケメンだったり、おしゃれたくさんおるよ。お前が嫉妬して、イケメン認定厳しいだけやで。それ、努力でなんとでもなる範囲の話やんけ。顔と言ったら、生まれつきの顔立ちの話やろ。そして、ドキュン VS 弱者男性のマリンフォード決戦に終止符が。だって、ヤンキーは仕事続くもん。ドキュンがたまに優しくなるところがギャップ萌えするらしいよ。結婚したら、絶対苦労するやろが。ドキュンというか、アルファオスがモテる競争に勝つしかない。ボスザルになるしかない。格闘技と筋トレやるしかない。やっぱ、優しくて真面目とかって、弱者の特徴だよな。ところで、どうして君たちは、そこまで分析できててモテないんだい？最後にクリロナいなかった。やっぱり全てを持っているクリロナ2期が、デスバ最強やね。この動画の感想や、この題材についての意見、あなたがモテない理由をコメントで供養させてください。また、登録者だけに表示される R18 や、ギリギリを攻めたネタ動画も出していますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録していただけたらありがたいです。また新しい動画でお会いできることを願って、最後までありがとうございました。